東京 MX は放送とインターネットを連携させた新しいテレビサービスハイブリッドキャストを推進するため実証実験を行いました。高画質の 4K テレビでの実験は初めてです。ハイブリッドキャスト2014と題したこの実証実験は総務省の企画の一環として行われたもので、視聴者およそ40人がモニターとなりハイブリッドキャストを体験しました。ハイブリッドキャストとは放送とインターネットを連携させた配信サービスのことで、これまでのデータ放送に比べ災害時の情報や番組の内容をより詳細にかつ高画質で見ることができます。スマートフォンやタブレット端末とも連動するので、端末から直接プレゼントを応募することもできます。今回東京 MX では初めてフルハイビジョンに比べ4倍もの高画質となる 4K テレビで実験を行い、高画質の情報配信に成功しました。総務省は実験結果を踏まえて今後テレビを使った公共情報のサービス向上などにつなげていきたい考えです。